皆さんこんにちは。ベーシスト、音楽クリエイターをやっておりますベンです。本日の動画ですが、ジャズのアドリブフレーズの解説で管楽器のソロフレーズをベースでコピーしてみようという動画を撮っていこうと思います。このチャンネルはベーシストの方々に向けて様々な情報を配信していくチャンネルです。動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画はですね、ジャズのアドリブフレーズの解説なんですけど、管楽器のフレーズにスポットを当てた解説っていうのをちょっと行ってみたいと思います。そして今動画を見られている方はですね、なんでベースのチャンネルなのに管楽器のフレーズっていう風に思われている方もいらっしゃるかと思います。これにはですね、ちょっとちゃんとした理由があるので、今からですね、簡単にちょっと今回の動画の目的ですねっていうのを話していきたいと思います。はい、今回の動画の目的なんですが、よくですね、自分ベースを教えたりしてて、生徒さんたちから、歌うような滑らかなソロが弾きたいんですけど、どうしたらいいですかねというような質問を受けることが多々あるんですよね。そういった質問を受けた際にですね、実際にその生徒さんなりにベースソロを弾いてもらうんですけど、そうするとですね、フレーズがですね、ちょっと規則的なフレーズになりすぎていたりとかですね、あと間があまりにもない演奏になっていたりというような状況になっているっていうのが結構多いんですよね。そういう悩みを持たれている方の中には、そういった時にですね、やっぱりベースっていうのはですね、楽器の性質上フレーズがですね、ちょっと規則的になりがちな楽器なんですよね。なのでちょっとこの歌心的なニュアンスをベース以外の楽器のソロフレーズから勉強してみるっていうのは非常におすすめなやり方です。でこのですね、勉強方法とか学習の方法っていうのはプロで活動されているジャズミュージシャンの方々もよくやってる方法で、私もですね、実際そういったベース以外の楽器からフレーズをですね、コピーして分析したりっていうことをよくやっています。でこれをやっていくときにですね、私のおすすめなんですけど、管楽器のプレイヤーのフレーズからフレーズをコピーするっていうのが結構おすすめな方法というふうによく話をさせてもらってます。なんでかということなんですけど、ピアノとかですね、ギターっていうのは和音とかたくさん音を弾けたりするので、あまりこう単音でそのソロを弾いていく楽器、単音で弾く場面ももちろんありますけど、単音のみで弾いていく楽器ではないっていうことなんですよね。そして管楽器は、ソロを取るときに、ベースもソロを取るとき、基本単音で取っていくんですけど、管楽器も単音でソロを取っていきますし、何よりですね、ベースとかギター、ピアノっていうのは息継ぎがない楽器なので、やろうと思えばですね、フレーズをですね、もう間を設けずにずっと弾き続けるってことは可能なんですよね。ただ管楽器の方っていうのは絶対に息継ぎをしないといけないポイントがありますので、そのポイントをうまくですね、こう間を取ってフレーズとフレーズの間でですね、息継ぎをしてやってるんですね。そういったことからですね、管楽器のプレイヤーのソロっていうのは規則的にあまりなりすぎずに、歌心にあふれたようなソロの流れになることが多いんですよね。そこで今回はですね、他の楽器からフレーズをいろいろ学んでみようということなんですけど、管楽器にスポットを当てて動画を撮っていこうかなというふうに思っております。そして管楽器の方といってもですね、いろいろトランペットだったりアルトサックス、フルート、クラリネットとかいろいろあるんですけど、今回はですね、テナーサックス、テナーサックス奏者のもうジャズのレジェンドですね、誰もが知っているジャズミュージシャンであるジョン・コルトレーンのフレーズからいろいろ学んでみようかなというふうに思っております。それでは今回の参考音源ですね、このジョン・コルトレーンはですね、もうこの私の動画を見てくださっている方はもうおそらくもうほぼみんながですね、絶対知ってると思いますので、もはやこの彼の人物紹介とかですね、好きな方とかもいらっしゃると思うんで、いろいろボロが出ちゃいけないですし、ちょっともう人物紹介の方は省こうかなというふうに思います。で今回ですね、取り上げていくソロの参考にする題材がこちらの音源になります。はい、こちらがですね、今回使っていく参考音源です。曲名はですね、アイヒアラプソディという曲で、ジョージ・フラゴスという人と、あと、他に2名の方が作曲されてるんですけど、この曲ですね、もうジャズのスタンダードで、よくセッションでも取り上げられることだと思います。で今回のバージョンなんですけど、ラッシュライフという、コルトレーンのですね、名盤中の名盤アルバムがあるんですけど、このラッシュライフというアルバムの最後に入っている曲になります。このバージョンはですね、ちょっとミディアムテンポのちょっと速いような感じの、テンポで演奏されている感じなんですけど、このコルトレーンのソロがですね、非常にベースでもいろいろ弾けるようなフレーズを多用して、ものすごく歌心にあふれるソロをとっているので、今回この音源を選んでみました。それでは参考音源の紹介が終わったところで、フレーズの解説をやっていく前に、まず私のデモ演奏を聞いてもらおうかなというふうに思います。
今回のソロはですね、これ結構長いことコルトレーンソロを撮ってまして、4コーラスあるんですね。で、4コーラス全部とりあえず一応ですねデモ演奏してみましたので、ぜひですね聴いていただければなというふうに思います。そして今回はですねベースでサックスのフレーズを弾いてますので、音の感じはですねどうしてもサックスの音にはなりません。そしてですね若干やっぱりそのサックス特有の音の出し方とかもあったりするので、ベースでは再現できない部分もあるんですけど、そこをですね僕がちょっと四苦八苦しながらですねそのフレーズの感じをなんとかこう近づけているみたいなものをですね、感じていただければなというふうに思っております。それではデモ演奏の方を聞いてみてください。ちょっとですねやっぱりコルトレーン大先生の原曲と比べてみるとちょっと見劣り感が半端ないんですけど、まあちょっと皆さんのですね参考になればと思ってちょっとデモ演奏をしてみました。それではここからですねフレーズの解説の方をやってみたいと思います。で今回なんですけどちょっとですね、まあ、コーラス4コーラスやってまして、これ全部さすがに解説するのはちょっと難しいんですよね。で、まあ1コーラス目だけを紹介するっていう風にですね結構やってる回とかが多いんですけど、今回はベーシスト向けにですねこのソロの中にある、特徴的なフレーズ、ベースでも結構使い回しが効く、特徴的なですね、コルトレーンのフレーズっていうのを、紹介抜粋して紹介してみようかなという風に思います。今回は全部でですね4つフレーズを紹介しようと思うんですけど、全部ですねベースでも弾くことができますし、あとセッションなんかでですねこのフレーズを弾くと、おあなたコルトレーン好きなんですかっていう風にですね声かけられたりっていうこともあるかもしれないので、ぜひですね最後までご覧になってください。それではまず一つ目のフレーズを紹介したいと思います。一つ目のフレーズはこちらになります。はい、こちらのフレーズですね。このフレーズはですねこの曲の A セクションと B セクション C セクションですね、マイナー2-5のところで弾かれているようなフレーズになっております。フレーズの詳細なんですが、まずですね最初休符があって、まあ、2拍目の裏からこれルートへ向けてクロマチックアプローチですね、でまずフレーズに入ります。
そして Fm7 フラット5の後半でスケールを上昇していくような弾き方をしています。で、何のスケールを上昇しているかっていうことなんですけど、まあここはですね、ダイアトニックコードで考えると、6リアンスケールの場所になりますので、6リアンシャープ2というあのスケールがあるんですけど、そのスケールを使っているって考えるのが、まあまず一番手っ取り早いかなという感じですね。で、あとですね、この曲でのこの2-5っていうのはマイナー2-5なんですけど、解決していくのがメジャーのコードに解決していきますので、まあ、普通にですね、あの F マイナーのスケールとかですね、F マイナーの、ドリアンスケールを使っているとかですね、あのそういう解釈もできるかと思います。そして続いて B フラット7に入ったところのここのフレーズですね。これがですね、非常にあのコルトレーンよく使うフレーズで、この曲でもですね、あのいろんな場所で使ってますし、あの他の曲でもこのフレーズ結構登場してきたりします。オルタードを使ったフレーズですね。まず前半部分なんですけど、フラット9、シャープ9、フラット9、そしてルートという風に、まあ、オルタードテンションと、まあ、ルートを絡めたようなフレーズになってまして、そして後半ですね、ここが、フラット13からサード、ルートという風に下がっていくようなフレーズになっております。それでは2つ目のフレーズを紹介していきたいと思います。2つ目のフレーズはこちらになります。はい、こちらのフレーズですね。これもですね、マイナー2-5のところで使われているフレーズになりますね。こちらはですね、代理コードで考えているフレーズという風になっております。ここはですね、F マイナーのハーフディミニッシュに向かうために G マイナーのハーフディミニッシュと C7 マイナー2-5になっていることが多いと思うんですけど、ここをですね、コルトレーンはこの G マイナーのハーフディミニッシュを D フラットメジャー7か、もしくは D フラット7の代理を当ててこのフレーズを弾いていったと思っています。まず前半部分の、まあ、D フラットのところですね、ここがですね、分散和音を使ったフレーズになってまして、ルートそして3連を使って9th3rd 5度という風に上がっていくフレーズになっております。で、これはですね、メジャー7でも 7th でもどちらでも音がはまりますんで、まあ、どちらかのコードを想定して弾いているのかなという風に思っております。そして後半の C7 のところ、これはまあ分散和音を使ったフレーズで、5度から 11th 3rd ルートという風に降りていくような感じのフレーズですね。このフレーズもですね、まあ、多分コルトレーン好きなフレーズで、まあこの1箇所だけじゃなくてですね、このリズムを変えたりしてモチーフデベロップメントしながらいろんな箇所で弾いています。それでは続いて3つ目のフレーズに行ってみたいと思います。3つ目のフレーズはこちらになります。このフレーズはですね、リディアンスケールをうまく使って弾いた、かっこいいフレーズだなというふうに思います。このコードを見てもらうと、この部分ですね、まあ、通常のメジャーコードの、2-5 の進行になっております。こちらですね、 F マイナーの、まあ、ダイアトニックコードに対応するスケールっていうのはドリアンで、 B フラット7に対応するスケールっていうのはミクソリディアンになるんですけど、ダイアトニックの進行の時に、まあ、このスケールをですね、まあ、違う音から始めて他のダイアトニックスケールを使うっていうのもありなんですよね。ここではですね、まあ、あのコルトレーンは、同じキーの A フラットのリディアンスケールで、まあ、弾いて構築して弾いているような感じがしますね。前半部分は、まあ、A フラットのルートから始まってルート9スサードシャープ11というふうに、まあ、もう順番にスケールを上昇していってるっていうだけですね。そして後半は、5度の音から 13th メジャー7そしてルートというふうに、もう本当スケールをですね、リディアンスケールを下から上に上がったというような感じのフレーズですね。そして続いて次のコードのメジャーセブンに入ってから、ここの処理の仕方がですね、非常にかっこいいんですけど、ここはですね、今度 E フラットのメジャーコードなので E フラットのリディアンスケールが使えるんですね。なのでリディアンスケールのコンビネーションで弾いてるっていうフレーズなんですけど、こういうふうに今音を見てもらうと分かるんですけど、シャープ11の音から、5度の音、そして3度の音、9th というふうにですね、あの最後の先ほどのですね B フラット7の小節の最後の音からうまくこうクロマチックでつながるようにリディアンスケールを弾いているというような感じなんですね。そしてフレーズの最後はルートの音で締めているという感じですね。それでは最後の4つ目のフレーズを紹介してみたいと思います。4つ目のフレーズはこちらになります。はい、このフレーズですね。このフレーズはですね、コルトレーンが吹くあの代表的なフレーズじゃないかなというふうに、まあ、個人的には感じております。もう本当コルトレーンの音源を聞いてもらうとですね、このフレーズ絶対どこかしらで出てくるんですよね。で、まず、前半の2-5のところですね、これはですね、スケールの弾き方とあとクロマチックアプローチを組み合わせたフレーズとなっております。で、このフレーズはですね、まあ、あのコードをですね、もう B フラット7一発として考えた方が、まあ、僕個人的には分かりやすいので、まあ、いつもそうしてるんですけど、まあ、もし分けて考えた方が分かりやすいよという方は分けて考えてもいいと思います。全体的にはですね、あの B フラットのミクソリディアンのスケールを使用しているフレーズといったような感じです。で、まずミクソリディアンスケールの始まりの音、ルートの音からですね、クロマチックアプローチで 13th の音まで加工していきます。そして後半は5度の音から
スケールの音を順番に加工していっているという感じですね。次の E フラットメジャーセブンスに入ってから、これは分散和音とインダイレクトレゾリューションを使った解決に向かっていくフレーズなんですけど、これもですね非常にコルトレーンがよく吹くフレーズで、すごいかっこいいフレーズで、もう何の曲で使ってもですねハマるので、ぜひ覚えていただけるといいかなというふうに思います。まず前半のこの3つの音ですね、最初の5度の音っていうのは先ほどの前の小節からの解決音といったような感じですね。で5度の音を弾いた後に、今度結構音を跳躍してイレブンス、そしてサードというふうに弾きます。そしてこの部分が、インダイレクトレゾリューションになってまして、まあ、ターゲットの音はルートの音なんですけど、そのルートの音を半音したメジャーセブンスの音から、飛び越えてナインスの音まで行って、そしてルートの音に下がってくるというようなインダイレクトレゾリューションのフレーズになっております。本日の動画は以上となります。他の楽器、管楽器のフレーズをベースでコピーしてみようという動画、参考になりましたでしょうか。まあ、結構ですねベースのコピーだけでもいっぱいいっぱいで、他の楽器なんてやってる余裕ないよっておっしゃる方もねいらっしゃるかと思うんですけど、やっぱりベーシストなので、基本はまあベースのフレーズをですねたくさんコピーしたりするのがいいと思うんですけど、たまにはですねこういう風に他の楽器のやってること内容に目を向けていくっていうのも非常にですね音楽的に成長するのに大いにプラスになりますので、ぜひ余裕がある方はですねご自身でもやってみるのをお勧めします。また何かわからないこととかですね、質問等がございましたら、お気軽にコメント欄の方にコメントを書いていただければと思います。そしてですね、今回この短い動画だと語りきれない、他の楽器のですねいろいろなこととか、もちろんベースのソロのことに関する何か深い悩みとかですね、深いことを勉強されたいと思っている方は、概要欄に私の教室のリンクを貼っておきますので、私のベースレッスンの受講もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。